皆さん、こんにちは。また、ファンです。ベトナムから来ました。マリアです。フィリピンから来ました。今回、100円ショップのチャレンジをしましょう。バッタドゥーです。皆さん、ぜひ最後まで見てくださいね。はい、行きましょうか。行きましょう。はい、アイマスクをかけますね。はい、マリアさんどこ？わかんない。はい、はい、始めましょう。はい、まずはこれです。はい。なんと思いますか？アルミのホイルみたいですね。ね。おぎられる。これをかけて、またガスをかけて、まあ、ガス、壁が、まあ、汚らないようにつけます。そうですよ、当てます。あ、届きます。はい、うちもありますよ。じゃあ、私、名前は知りますか？わかりました。お、かわいい。なんか青色かわいいですね。見たら名前は知ってますか？わかんないね。もう外してもいいですか？はい、外してください。はい。わ。あ。なんとできますか、それは。じゃ答えを発表しますね。はい。これはガスレンジガード。ああ。ガスレンジガードですかね。これはコンロです。私の家で200とか300円の商品を買って、もっと大きく。そうですね、もっと高くて、広くてですね。そうですね。今、かわいい。いいですね。そうね、いろいろかわいいでした。これを使って、台所を装備するとき、楽だよ。ああ、よかったですね。お肉だけで、この商品でーす。次はこれです。はい。また穴、バスケットみたいですね。また穴ある。あ、そうです。そうね。これバスケットですか？バスケットじゃないよ。なんか小さいですね。カゴ。三角ですね。三角形。でも顔の三角形が見たことがないですね。でも何かあるんだっけ？多分、キッチンかな？キッチンで。キッチンの今日のテーマはキッチン。あ、そうですね。用のもの。あ、多分キッチン用の三角のもの。はい。それだけです。カゴです。カゴですかな？では答え発表します。はい、マスク外してください。はい。これは三角コーナー。あー、それはゴミとか入れるやつじゃない？そうです。ゴミ箱みたいな。そうですね。三角コーナーです。では最後の商品です。これは何と思いますか？ネットみたい。ネットがあるの？また穴じゃないの？答えは
バレちゃうよ。ごめんなさい。すべすべ。キッチンのもの。あ、おー、見て。スプーンみたいですね。毎日使っていますよ。スプーンはそれは大きいじゃない？大きいスプーン。ご飯を盛り付けるとき使っています。あー、簡単。え、立てられる。これは。しゃもじごしょうを混ぜるための調味料ですね。ご飯のあしゃもじですね。立てるしゃもじ。はい、しゃもじです。では答えを発表します。はい。はい、立てしゃもじです。はい。じゃアイマスク外してください。はい、ファンさんがすごいですね。すごいですね。私は料理はよく作りますので、いいですね。得意ですよ。まあ、しゃもじをご飯と、ま、取って、盛り付ける。盛り付けて、別のお茶碗に また混ぜられますね。で、終わったら立てる形になります。皆さん、今日の3つの商品はいかがですか？これはガスレンジガードです。はい、ガスレンジガード。あと次はこれは何ですか？まだ覚えていますか？三角コーナーですね。はい。と最後。ペペペペ。これはしゃもじですね。二つしゃもじ。立って自分で立っているので。うん。しゃもじです。ぜひ100円ショップに。行って多分この商品を見かけたらぜひ買ってみてくださいね。皆さん今日紹介しました商品の名前を覚えていますか？ OLS チャンネル登録忘れないでくださいね。